はい、それではですね、次は3曲目になるんですね。ジミ・ヘンドリックスっていう人が亡くなってもう45年だそうです。まあ、ジミヘンって人ですけどね、いまだにあの人の人気はギタリストのナンバーワンということですが、まじいと思います。まあ、あの人 の, あのギターテクニックばかりですね、こう取り立たされてることが多いんですけども、実はあの彼はすごい名曲をたくさん書いてるライターとしても優れた人だったんですね。で、次の曲がですね、そういうジミヘンの中でもすごいこの進行が美しい曲であります。リトルウィングという曲ですよね。それをちょっと行ってみたいと思います。
はい、オンギター伊藤勉です。オンドラムス成田勝二さん。オンベース、小学校の時からの友達です、スミジンチ。私はボーカルとギターの、ユーゴスラビアから来ましたショーンです。それでは続きましてですね、4曲目になりました、これも大人の、渋い、男女の愛の結末を歌った曲ですね、18歳とか16歳17歳の子供たちにはなかなか分かりづらい曲なんですけど、聴いてください。波という曲です。
はい、オンギター伊藤勤。実は20数年ぶりぐらいにですね、4月に会いまして、昔ちょっと一緒にやったことがあってですね、また悪の道に引き込みました。ですね、それでは、いよいよ最後の曲、ちょうどいい、いいですね、ちょうどいいぐらいですね、はい、最後ですね、ありがとうございます。ちょっとやってきたんですけどもね、実はね、ちーちゃん。私たちはやっぱりブルース中心にやるので、最後またブルース、ブギー調のブルースを行ってみたいと思います。 Before you accuse me, take a look at yourself っていう、あのグサッとくるんですよ、この日本語に訳すと、人を責める前に自分をよく見ろっていうね、やばいっすよね、自分だけでいい、それを見たいと思います。Take a look.
からまだ若いバンドの人たちいっぱい出ますので、ゆっくりどんどん楽しんでください。どうもありがとうございました。